陰に潜む巨人に警戒せよ。これより作戦を開始する。総員立体軌道に移る。塞ぐべき門は2つ、内門と外門だ。これによって志願しなくを独立させ、中に残った巨人を殲滅する。我々の動きを知れば敵はエレンを狙ってくるだろう。ここにいるのはフードで顔を隠した総員100名の兵士。誰がエレンか分かった時はすでに外門を塞いだ後だ。止まるな。外門を目指せ。了解。これは焚き火の跡。いる。近くにベルトルトとライナーが。俺の家はあの辺りだ。あそこに全てを置いてきた。大丈夫だ、取り返してやる。やっぱりおかしいな、巨人が一匹もいないのは。だがやるしかねえ。作戦続行に支障なし。俺にはできる。いや、俺たちならできる。なぜなら俺たちは生まれた時からみんな特別で自由だからだ。周囲の警戒を怠るな。くまなく見張れ。はい。エレン、立体起動装置は無事だ。でもやっぱりマントは持っていかれちまった。ありがとう。穴は成功です。しっかり塞がってます。やったわ。エレン、調子は？問題ありません。訓練通り次も行きます。では内門に向かう。移動時に狙われによう、しっかり顔を隠せ。本当に塞がったのか。こうもあっさり。あなたがやった。自分の力を信じて。あの時の穴が。まだだ。奴らが健在なら何度塞いでも壁は破壊される。ライナーやベルトルトら全ての敵を殺し切るまでウォールマリア奪還作戦は完了しない。当然分かっています。